いこチャンネルです。本日もゲストはピースの拡大自分向き D のんちです。はい、ありがとうございます。私はね、 D がね、はい、自己紹介するときちょっと喋りがちなんですよ。ちょっとね、ちょっとタイミングが悪いね。なんかね、突っ込みたくなっちゃう、ね、はい、いいですね。その動きがね、面白いですよね。はい、そして私、はい、ダートは複数ダーツです、もう一個です。難しい。本当はダートですよね。あ、はい、競馬、まあ、でもダーツの方がね、はい、浸透してます。はい、はい、今回はですね、はい、なんと、はい、他の考察もやったので、せっかくなので、またコンクール、今期クールドラマで私がちょっと夢中になっております。はい、知らなくていいことを考察を参りたいと思います。前からさんね、深いところへ、はい、まあ、深掘るということを語れないんですけど、はい、こんな見どころもありましたよねというところで、もうあの今ですね、6話が終わったばかりで、うん、とにかく小高さんとのキスシーンで、すごかったね。で、あのこれね、公式の日テレさんのホームページももちろん全部充実してます。はい、でも今回 Hulu で知らなくていいことはサイドストーリーがないんですよ。こんなに面白いのに。ただ YouTube チャンネルがものすごく充実しています。これ下から飛べるように毎回してますので、ぜひ見ていただきたい。というのは、もっと知りたい小高のこと、はあ、もっと知りたい春樹のこと、もっと知りたい編集長のことなど、はあの、うん、そういったまとめた、こんないいシーンあったよねっていう動画があったりですとか、あとは前もちょっと他のちゃんの動画でも紹介した、うん、知らなくていいことの動画で紹介してたんですが、うん、はるきくんにあの子ですね、うん、重岡大毅さんに、ね、うん、あの野中さんにこういたずらしようなんていうやつとかね、あとあのもじゃもじゃの人が知ってるとか、はいはいはい、そういったまあサイドストーリー的なものが YouTube で見れるんですよ。なので Hulu に登録しなくても見れますし、この女性の方、編集の方、ね、ケイトにちょっとね、あの嫉妬心を持っている方とかね、はい、いろんな方が出てきます。それもよかったら楽しんでみてください。はい、で、まあ、あの日テレさんなんで、まあ、やっぱ同期の桜しかり見てなくても5話までをおさらいできるみたいなダイジェスト動画もありますので、そちらの方もおすすめになってます。で、あの心配なのがね、はい、気になってるところ、あの小高さんと、うん、そもそもケイトが別れた本当の理由がまだ出てきてない。確かに、うん、お母さんに別れてくれって言われたのか、あれだけ愛し合ってただろう2人、うん、結構回想シーン出てきます、うん、あと私気になる回想シーン、いつも言うじゃないですか、ああいうのって先に撮るんですかねって、うん、髪の毛カットしちゃって、そしたらズラだよってリーが教えてくれたんですけど、実際にズラなんですかね、うん、ズラでしょ、うん、なんか吉高由里子さんとかでもあのぐらいのミディアムでボブとかはすぐしそうな感じするので、はい、ああ本当は先にもしかしたら回想から撮っていかないかななんて考えたんですけど、ああ、うん、とても良い回想シーンが多いですよね、2人がキャッキャしてるようなね、あれがだからちょっとあの恋、ちょっと違う曲ですけど、恋は続くどこまでもの、うん、あの院長先生の言葉を聞かせてあげたいですよね、あのね、分けなくていいよみたいな、ね、あの昔のね、ケイトと小高さんに言ってあげたいなってとこですが、実際別れてしまいましたので、なぜ別れたのかちょっと明確には出てきてないね、なんか、うん、はい、喧嘩した感じじゃなさそうだし、あと6話まで来てまして、うん、まあ、イートカート4回か5回じゃないですか、うん、どうやって野戸は徹さんの事件をもうちょっと明確にして、うん、で冤罪ではないと小高が実際前にケイトが聞いた時に言い切ってるので、うん、罪は認めてるから冤罪ではないんだ、刑期、うん、も終わってると弁護士さん、平畑充さん演じる弁護士も言ってますし、うん、なのでどうやって、まあ、無実の方向に持ってくのは厳しいかなみたいな、まあ、テセウスはまだ望みがありますけどね、無実はね、そうそう、だからどうすんのかな、この辺っていうのが気になるのと、なぜキャンプ場で事件が起きたのかというところですよね。まあ、あの大学の教授であったりとか、そういったお仕事してるのに、なんでそんな星の中の可愛らしいね、キャンプ場で起きたのかって、しかもなんかなんとか
みたいなので、生産管理ではないですからね。なので、まあ、それが毒物だと知っててやったことがもう分かんないし、なんか水のあれですよね、ウォーターサーバー的な組み合わせが出てきたっていう話ですけどね。だからまあ冤罪ではないにしても絶対事件性のあることを企んでやったとは思えないような描き方をしてます。でそこに対して水をかけられたっていうね、小高さんが訪ねた時もケイトが訪ねた時も、まあ、ただ海べりだからかもしれないですが、それ水をかけるという、水を飲ませて殺害したのではないかという、その辺の水関係がどう絡んでくるの、関係ないのか、そして小高さんがまあ動物カメラマンっていうところも、本当にその報道とかが抜けて奥さんと出会ったから動物なのかのちょっと気になるところなんですけどね。はい。でまあ実際あとですね、あの、ま、ママも不倫、私も不倫、ね、仕事も不倫なんていうのが6話でもありましたけど、まあその、まあ、因果というかね、離婚率ですとか、まあ、ちょっと不倫してしまうみたいなのは実際ね、なんかこんなこと動画で言うのもなんですけど、あり得ることらしいですけどね、そういったのってね。そういうとこをこの現代社会で今不倫が悪とされている、すごくねニュースも多い中で随分完全に描いてきたのって珍しいじゃないかっていうのと、いい見どころかなって思ったのと、あと小高さんのとこに夜中行く、夜な夜な結構行ってるんですけど、それで立ち聞きしてる春樹の中もいましたよね。あの今日今晩行っていいとかね、あの辺とかで、あのね、写真撮られてる気がしてんですよね。あと、まあ濡れてしまった、なこうびしょびしょにね、コースで巻かれたとはいえホテルに行ってるのもどっかで撮られてる気がする。でまあそれが残念なことに、もしかしたら編集長の奥さんも、もうちょっと売れてないとはいえね、週刊誌の編集長になったということで、そっちで暴かれるのかななんていう、ありえますね、ちょっとね、あるかもしれないなっていう、あ、でもそっか、2人が有名じゃないからないか。ただ有名じゃないかもしれないけども、週刊イースト編集部というのがその不倫ネタとは結構恨まれていますので、はい、あり得ることなのかなっていう。なるほど。でまあ、次回予告なんですが、最悪の週刊誌最大の最悪の日というね、ああそう、はい、ことで、まあ、の中がこうみんなの前で本当あの娘だと言ってしまうみたいなのとですね、はい、あと女性に刺されてしまうとね、ケイトがね、まああれは三倉真奈さんですかね、どうなんだろうね、の小高さんの奥さんではなさそうでしたね、どう見てもね、なのでこのあたりで、まあでもこの動画出す頃には、まあ小高さん本当頼むから踏みとどまってほしかったというのが一番感想として出てくると思います、意外と、ああそう、はい、っていうぐらい、あのさっきから言って公式チャンネルもそうですが、小高さん最高だよねっていうのが出てきたので、なのでだからこれはおじさんの勝ち、脚本としては勝ちですよね、してやったり感は結構あると思います。はい、なのでちょっと気になるところが別れの理由、はい、でキャンプ場事件はなぜキャンプ場で起きたのか、冤罪はないと言い切ってるが本当にのところ音は通るの、あのね、今度はあと5回4回で暴かれるのか、でケイトは写真に撮られてはいないのかというところがこれが気になります。皆さんの意見ぜひお待ちしてます。全然人気ないチャンネルなんで遊びに来てもらえるかわかんないんですけど、よかったら本当にコメントしていただければまた取り上げて放送前にまたお話しできればなと思います。よろしくお願いします。本日もゲストは D のんちでした。また明日です。